ボンジュー、皆様こんにちは、ブラマニのガクです。今日はですね、こちらロザリンペルレ山形さんがレースの花言葉展7周年の時に発表された記念のドレスの開封レビューを行わせていただきたいと思います。ちょうど今週の週末にですね、ロザリンペルレ山形さん8周年記念のね、レースと花言葉展が下北沢で開催されるということでね、ちょっと1年遅れになってしまったんですけどね、去年ですね、開催されたレースと花言葉展のですね、7周年のですね、記念のチューリップをモチーフにした素敵なね、ドレス開封していきたいと思います。早速ね、リボンをほどいていきたいと思います。このようにね、繊細な可愛いチューリップのカードもついてますね。こちらのね、あの素敵なドレスなんですけどね、7周年のパーティーの時に友達に予約していただいて、山形さんがあのパリにちょうどいらっしゃった時にですね、手渡しで受け取ったね、すごく思い出深いドレスになりますね。早速袋から出してみたいと思います。じゃじゃーん、じゃじゃーんと毎回言ってますけどね、このような感じで、はい、それではね、このように素敵なね、ドレスとですね、付属品すべて袋から出してみました。まずね、こちらのドレスですね。ベージュともピンクともね、ちょっとアイボリーとも言えない、なんとも言えないね、複雑なお色のね、素敵なロングドレスですね。袖元とか襟元にね、素敵なレースの飾りのついた、ロングドレスにですね、こちら白いレースのチューリップのレースのね、エプロン。あとこちら肩掛けのクロスまでついてますね。ロザリンペルレ7周年アニバーサリーと書いてありますね。このような感じでね、でエプロンもこのように後ろでね、可愛く結ぶタイプになってますね。次にこちら素敵なね、ヘッドドレスですね。造花のヘッドドレスがついてますね。でこちらあと白いソックスが付属してますね。白いハイソックス。今回こちらのね、素敵なドレスのモデルにはですね、15周年記念アニバーサリードール、アレグラシャンパンさん選んでみました。この子ね、2016年に発売された、15周年記念のね、アニバーサリードールのアレグラシャンパンさんなんですけどね、普段ね、僕のブラマニではね、なかなかね、モデルとしてね、登場していただくことあんまりないんですけどね、ライブ配信の時とかね、白い棚の上の方からね、皆さんを見てると思うのでね、ご存知の方もいるんではないかと思うんですけどね、すごくね、クリクリヘアのね、柔らかい髪質のね、可愛い子に仕上がってるのでね、ちょっとねパールの、メイクが施されてるのでね、顔がテカりやすいのが難点なんですけどね、この子に今回はねモデルを務めていただきたいと思います。それではね、早速お着替えさせてみたいと思います。まずこちらね、靴下から履かせていきたいと思います。はい、このようにね、靴下すごく履かせやすいですね。白い靴下ね、色移りしないのですごくいいですよね。心配なくずっと履かせてられますのでね、つま先までしっかり入れて、はい、このような感じですね。靴下履かせてみました。それではちょっとね、お着替えしますんでね、失礼させていただいて、それではこちらのね、素敵なアウトフィット着せてあげたいと思います。こちらですね、ドレスとエプロンはね、一体型になってるみたいですね。すごく便利ですね。手からはめて、反対側の手もはめます。よいしょ、はまったかな。このように手を通してあげて、でこのドレスのですね、お着替えのコツはですね、先にこのクロスをですね、一緒にお着替えさせるという点ですね。後からね、このクロスかけると思うと結構大変ですのでね、先にお洋服と一緒にこのクロスもね、つけながらお着替えさせた方がね、後でつけるの楽ですのでね。
でボタンをはめてあげて、よいしょ、こんな感じですね。でエプロンのリボンを結びます。整えつつ、結んでいきます、はい、このような感じでしょうかね。はい、それではね、このような感じでアレグラさんにね、ロザリン・ペルレさんの7周年記念のドレス着せてみました。綺麗ですね。こちらのドレスにね、合わせてみたのがこのね、茶色いブーツですね。ペットワークスさんのブーツね、ちょっとリアルな作りでね、おしゃれなのでね、このブーツ合わせてみました。早速ね、履かせてあげたいと思います。このような感じで、いかがな感じでしょうかね。ちょっとガーリーなドレスにね、ちょっとハードなウエスタン調のね、ブーツ合わせてみたんですけどね、おしゃれじゃないでしょうかね。で最後にこちらですね、こちらのヘッドドレスつけていきたいと思います。でヘッドドレスは頭の真ん中に、よいしょ、このような感じでしょうかね。いかがでしょうかね。このようにね、ヘッドドレスつけて完成ですね。すごく可愛いですね。豪華でね、この7周年のドレスね、ずっとお着替えさせたかったんですけど、なかなか機会がなかったのでね、今回このロザリン・ペルレのね、山圭さんのレースと花言葉展第8回目がね、開催されるということで、そのね、記念にちょっとお着替えさせていただきました。このね、週末に開催されるね、山圭さんのパーティーなんですけど、毎回ね、花をモチーフとしたね、素敵なアウトフィットがね、発表になるのでね、今年も一体どんな素敵なアウトフィットが発表されるのかね、すごく楽しみなんですけどね、ぜひとも山圭さんね、パーティー頑張ってくださいね。パーティーに行かれるね、たくさんのファンの皆様もね、ぜひ楽しんできてくださいね。とかね、皆さんのね、インスタグラムとかね、ブログとかでのパーティーのね、様子楽しみにしてますのでね。はい、それではね、今回のロザリン・ペルレ山圭さんの7周年記念のドレスいかがだったでしょうか。少しでもいいなと思ってくださいましたら、グッドボタンですとかね、動画のコメント欄にご意見ご感想いただけると動画制作の励みになります。それではまた次回の動画やライブ配信でお会いいたしましょう。ブラマニのガクでした。オーバーボアー、オーバーボアー。